ログ撮っていく、一日のね、Vlog を撮っていくんですが、今起きたので、まず顔洗ったりしたいと思います。今日は超バタバタ。撮っていきまーす。Silence way too loud. Like a broken record now. で最近はもうここで結構軽めの化粧をしちゃうことが多いんですが、まず着替えて、このクリームとかが肌に吸収されるようにちょっと着替えてから撮ります。はい、着替えまして、お洋服はまた見せていきます、後でね。もう毎日日焼け止めを SPF50 ぐらいのやつ塗らないとダメな季節になってきました。やだね。じゃあちょっと準備していきます。はい、化粧ができました。髪の毛はもうとりあえずオイルつけるだけでいいかな。今日病院行って薬も、喉がさ、めっちゃクーラーつけて寝た後みたいな喉してて、一昨日ぐらいから喉だけなんだけど、すごい不快なので、私はすぐ病院に行きますなんで。このヘアオイルがサンオイルで太陽から毛を守ってくれるらしい。色落ちとかかな、多分。だからちょ最近これ使ってる、まあ、今日は曇りなんだけどね。はい、あとでちょっと全身は撮るんですが、こんな感じで支度ができました。でバッグはじゃじゃーん、超可愛くない？アンテプリマの新作の色のバッグで、このなんかね、オーロラっぽくなってて、あとミニバッグ、こうやって、まあ、斜め掛けもできるし、2個ねチェーンがついてる、しかもチェーンも取り外し可能なので、お好きな方で、でこういう感じでちょっとハンドバッグ風にして、このチェーン取ってフェミニンな感じにもできるし、まあ、チェーン垂れ下がってるとちょっと何カジュアルな感じなんだけど、めっちゃ可愛くて、で今日はフィッティングに行って、展示会に行って、でその後ライブ配信があるんだけど、その前に帰ってきて、帰るかそのまま行くかまだ迷ってて、でライブ配信が終わったら夜がちょっとイベント、パーティー、スペインから友達が来てパーティーに行くので、また着替えたりして行く感じで、カバンの中身もせっかくなので紹介しようかな。その前にアクセつけよう。めっちゃ可愛いんだよね。しかもさ、ちっちゃいのに柔らかいっていうか、伸縮してくれるので、物が意外といっぱい入ってすごいすごい。ミニバッグの時、私基本お財布持たずにカードだけポンとか入れるんだけど、財布も入ってます。はい、ということで、じゃーん、かわいいでしょ。バッグの中身見せていきます。リップとピクセルバッツとお財布で、このお財布結構分厚いんだけど普通に全然入る。でもしこれカードだけとかを裸で入れたら、じゃあこれをカードを裸で入れたら、もうねデジカメとかも入る。で、まあ、スマホも入れちゃおうかな。スマホも入ります。でストラップちょっとここから出ちゃうんだけど、スマホ入れると、まあ一応基本スマホはポッケに入れる派なので入れてないけど、スマホも入ってこんな感じ。はい、行ってきます。よし、フィッティングが終わりました。かわいい。はい、ということでフィッティングに行ってきて、今日の夜のパーティーに着ていくお洋服を選んで、で今から展示会に行って、ちょっともしあさみちゃんが時間あったらあさみちゃんとランチしようって言ってるんだけど、雨が降ってきちゃってさ、しかもさ、ここの駐車場さ10分200円で、お、すごい、3時間最大1600円。あげーならいっか。いや、最大料金ないならランチしないで帰ろうかなとか思ったんだよね。大丈夫です。1600円余裕。ということで、展示会に行ってランチしてきます。ニコルちゃんでーす。遊びに来ました。かわいい。いつも見てます。こちらこそ、いつも見てます。秋のカラナブのテーマは、キラキラとモリモリです。わかりました。私の好きな言葉です。はい、キラキラお願いします。え、合ってない、ちょっと
キラ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 合ってるよね。あ、ちょっとダメちょっとダメかもこれ。どうですか。ちょっと思いのほかピンとしてた。普通にあお疲れって来たらやばいよ。ギャルすぎて。あれもしかしてポップティーンのお二人ですか。めちゃくちゃエッグですよ。ポップティーン超えてやった。私はニコル。チームポップティーン。一つも被ってないよ。年齢がすごい離れてる。このちょっとどうですか、いくら総額このさ、ゴムやめてもらってもいいですか、この並びに。必要なのよ。これ可愛いですよね。可愛いよね。普通にこれを選ぶセンスがさ、すごいよね。いつもさ、みんな。なんてやったっけ、キラキラモリモリ。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 おばあちゃんになってもこれってことですね。そうです。最高だよ。キラキラモリモリで生きていきます。ありがとうございました。ちょっと楽しいね。はい、全身はこんな感じです。今日はちょっと昼はランチとか展示会だけなので、カジュアルにこのバッグにしよう。こうやって持っても可愛いし、肩掛けでも可愛いし、さっきみたいにショルダーにこうやってやっても可愛い。で、意外といっぱい入るの。こんな感じです。ランチにお寿司に来ました。美味しそう。日本って最高だよね。こんなものをランチでさ、1800円だぜ。値上げして1800円だぜ。意外とか1300円とか、ね、わさびをもうわさびつけなかったらもうそのままお醤油でいいと思う。ここにわさびいただきます。わさびで、これをじゃあジャーッとかけた。ジャーッとかけて、かけた。好きな量のさ、いただきます。うん、おいしい。あやってね、あやわかる、手つかかるよ。あやってね、レンゲ嫌いなの。超笑ったね。あやってそういうとこあるよな、よくわかんないじゃん。それ聞いて、それ聞いて、そんな考えないことなかったわ。もう一回、もう一回、もう一回、もうちょっと、もうちょっと。YouTube、あ、待って待って、マスカした。あ、そうそうそう、いくよ、せーの。テレビの展示会に来ました。ちょっと可愛いの見つけた。かわいい。これもかわいい。あ、かわいい、かわいい。あ、本当なの、可愛い。キラキラな。それあれだ。ね、可愛い。シャツ？アリサっぽい。てかむしろなんかすごいこれにちょっと違うやつ。最近エッセンスだったもんね。可愛い。うん。ね。え、これ持ってる。誰ね。誰か。これインスタのスワイプアップだから。ウケるんだけど。あ、それアリサっぽい。え、かわいい。どうですか。かわいい。あ、めっちゃかわいい。かわいい。超かわいいね。形めっちゃかわいいね。これ一押しです。一押し。やさん、これも着てみたいな、レザー。かわいい。え、かわいい。見て。かわいい、かわいい。あ、さ、着てそう、アリさん、めっちゃ。いっぱいオーダーしちゃいそう。はい、というわけで、展示会に行って、いろんな子に会って、たくさんオーダーしちゃった、ジュエティとかで。で、今から一回お家に帰って、この後、ライブ配信があるので、ライブ配信。
の、支度をして向かいたいと思います。すごいね、バッグ褒められた。でもみんなすぐアンテプリマって気づいたの。みんな知ってるんだなやっぱと思って、アパレルの人とか敏感な人たち。超ランダムなんだけど、アマゾンでこの六助の塩を買ってみたの。なんかこれ美味しいんでしょ？ちょっと買ってみたんだ。それだけ。はい、というわけで今から、インスタのライブ配信のお仕事があるので、スタジオなのかなに来ました。ちょっと今日お肌が白いし、なんかボコボコしてる。ここでやります。すごいセッティングが。はい、今ライブが終わってすごい楽しかったです。見てくれた人いたらありがとうございます。でね、今ね駐車場から出るときにまた擦りそうになってというか切れなくなって、したら道歩いてるお兄さんが手伝いますよって言って教えてくれて、もう私何度ね手伝ってもらったかわからないぐらい、駐車場から出るときとか、まあ、どっか狭い道曲がるときにいろんなね人に助けてもらってるわけ。前は工事のおじさんみたいなおっちゃん系が助けてくれたり、今日は若めのお兄さんが助けてくれたり、なんかもう本当にマジで優しい。みんな意外とみんな優しい、日本の人たち。ありがとうございました。本当に助かった。そうじゃなかったら私多分もう普通に吸っていました。なのでこのテスラちゃんが吸っていないのは道行く皆さんのご協力のおかげです。はい、そんな感じで今から帰ってパーティーに行くので、着替えたり化粧を直したり、支度していきたいと思います。はい、今一回化粧落としてちょっと化粧をねちゃんとやり直そうと思って、まだベースだけなんだけど、今本当は10時からディナーなんだけど10時まで待てなくてお腹空きすぎてしまって、ウーバー頼んじゃって、なんか最近ハマってるキーマカレーで薬味のせができんのね。カレーにみょうがとかしそとかってさあんまイメージなかったんだけど、すっごいこれ美味しくて最近よく頼んでるんだけど、これを食べてまた10時からディナーなんだけど、まあ、軽く つまんで飲みながらパーティーに行きたいなと思います。はい、まだどんなメイクにするかも決めてないんだけど、まあなるべく内容が盛りだくさん。すごいこれフリマの服が、しかも後ろくらい、そう内容盛り盛りの方がさ、一日の Vlog だとさもう丸一日撮っていった方がいいよねっていう。あー、なんか食べたら眠くなっちゃった。ご飯食べた、早く帰ろう。今日は顔出して早く帰りたいと思います。疲れも溜まってる気がする。金曜だからさ、土日は私 TWICE のコンサートが2日間とも行くのであって、両方夜じゃん、夜までじゃん、超楽しみだけど。で来週末からヨーロッパなので、めっちゃ来週の平日がバッタバタで仕事入ってて、キヤーン、どうしようメイク。この間の Q&A での紫のメイクをみんな見たいって言ってたんだけど、あれ需要あるの結構びっくりしちゃった。そう、あれ見たいのと思って、髪の毛は今日アップ、いつも通りアップにするのでこういう感じでしょ。この間のパープルは多分これだな、このねマザーシップっていうパレットのこのパープルだと思う。お指でつけた。アイラインで遊んでみても今日は可愛いかなって感じなんだけど、ラメでもいいしな、どうしようかな。そうで次のバッグ、あそうだ、バッグ緑だから緑のメイクにしようっと。まずはベース、アイシャドウベース代わりにしとしてこのトープをつけて、で今のこのパレットですねの緑をもうがっつりいっちゃいます、迷いなく。おお、綺麗だな、なんちゅう綺麗さやね。でこうしたいからもう何の迷いもなくいくよ。こういうのはね迷っちゃうとねダメなんだよ。
誰で指で、ふんふんふん、うわーうわーって感じ、うわー。なんかさ、今日さ、あの控室で YouTube の編集が上がってきて、それを見てたの。それがグランカナリア島の Get Ready With Me だったんだけど、マジで私ずっと一人で喋ってんなと思って、まあ、このビデオもそうなんだろうけどさ、うるせえなーって思って見てたの、自分のビデオで。このバレンティノのキラキラドリームダストの緑をね、エメラルド色をやっていくんですが、どうなるかは分かりません、正直なところ。あの、このメイク今思いつきでやってるだけだから。で、これを使いたいときは下地を必ず使うので、下地を指で軽くポン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 と、こんな綺麗なアイシャドウの上からポン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 とやって、で、これをブラシで、さっきと同じブラシでいいや、取って乗せていくんだけども、違いわかる？あんまわかんない。こっちがつけた、こっちがつけてない。あんまりわかんない。でもこれさ、すごく次のバッグにぴったりなの。見せるわ。楽しいね、ファッションとメイクをこうやってリンクさせたりさ。本来こういうものなんだよ、ファッションって。何の話？下どうしよう。なんかこの深みのあるピンク、ちょっと深みがあるピンクを。はーって感じ。合ってんのかな。じゃあもうあとはいつも通りですね。アイラインを塗って。アイシャドウぐらいまでちょっと長めに引いてみた。ちょっとハイライター入れたいな。わざとらしいぐらいにつけてあげると、こういうメイクができるかもしれない。わざとらしい。鼻に白い点がついてるって感じ。こういうのがうるさいってなるんだよね。後で自分で見てさ。こういうさ、メイクをすると、地まつげ弱すぎてつけまつけないとなんだよね。つけないけど、つけまをつけないと。でカラコン入れようかな今日は。ちょっと黒目すぎるよね。絶対今のシーン黒枠つけてハテナってされる、編集の人に。唇はこのくらいのほのかな色味、ナーズのオーガズムなんだけど、これも3、4年前のだから、本来は口に塗らない方がいいやつ塗っちゃう。こんくらいのナチュラルな、光がすごいね今ね。読みにして完成しました。いいよねこんな。なんかストーンつけようかなと思ったの、お得意の。目がさ、もうすごいから今やりすぎな気がするんだよ。あ、まあ、けどいっか、こんくらいだったら。あ、意外とこれも意外とシールだけでいけるわ、アマゾンさん。こっちもやった方がいい。やりすぎやりすぎとかさ、聞きながらやっちゃうよね。すぐ取れるし、あ、かわいいじゃん。ちょっとごめん、なんかアンテプリマじゃなくなっちゃったけど、クライアントさんびっくりだよね、このビデオ見て。笛野さん、かわいい。できました。これでカラコンを入れて、髪の毛やって、お着替えして、また撮ります。イエイ、完成。はーい、ということで、じゃじゃーん、こんな感じのなんかコラボのワンピースなんだって。でですね、荷物がこのカメラも入れていくんだけど、カメラがどんな感じに入るかも見せようかな。これが同じ大きさのカメラなんだけど、すごい夜仕様になってるね。ちょっとアンテプリーマさんびっくりだよねこんな派手になっちゃってって言ってはります。じゃん、こんな感じです。
結構モリモリね、あの中身は少ないんだけど大きいものが私多いから、こんな感じで夜はね、ちょっとこっちの方が分かりそうかな、グリーンのオーロラなの超可愛いでしょ。でこうやってハンドバッグにもなるし、チェーンで斜め掛けにもなって、もうパーティーにぴったりなわけよ。こういう風に持てるし、こうやって持っても可愛いんですが、また中身を紹介していきたいと思います。はい、ではですね、中身はまず携帯でしょ、あと、財布も入れたいんだけど、じゃあカメラを入れたいので、財布じゃなくて今回はカードケースにしました。で、あとリップ。まだ出てない。リップと、あと、この後撮るときが夜だから、あの、ライト必要だなと思って。こう、GoPro 用のやつなんだけど、これでこうやって撮ったらパーティーシーンとかでも撮れるかなと思って、撮影用にライトを持ちます。で、あと、このカメラ。を入れて、そうだからカメラも入るのがありがたいよね。私はこう YouTuber なのでYouTuber なので、Vlog を回したりしなきゃいけないし、今日のワンピースはポケットがないので、もうバッグに全部収めなきゃいけないということで、もうすごいね、こんなちっちゃいバッグでパーティー仕様なのに容量が入ってすごく助かるバッグとなってます。アイシャドウを合わせてみてるよ。じゃん、で髪は自前なので後ろは見ないでくださいという感じで、ちょっと前髪とか巻けばよかったんだけども、めんどくさくていいやと思って、しかもこのなんかちょっと長い毛入ってるしね、もういいんです。はい、ということで今からパーティーに行ってきます。はい、というわけで今向かってます。はい、全身はこんな感じです。え、すごいパンツに見えるそう、あの合うようにブーツにしてきたんだよね。でバッグの緑と目の緑が、うん、いい感じではないでしょうか。じゃあディナーとパーティーに行きます。すごい霧が、ワイン。はい、というわけでですね、今日紹介したバッグのお話をちょっとしたいなと思うんですけど、午前中ね、昼持ってたバッグがこちらです。これすっごく可愛いのが、チェーンもねブルーなのが最高でしょ。どういうことって、可愛すぎよっていう気持ちです。でこちらがですね、ルッケットのステラブルーという色です。新色のねお色です。で、夜持っていたこちらがこのグリーンの方ですね。グリーンの方のチェーンは生地がついてない普通の、 あの金具のチェーンだけになってるんですけど、その代わりに取っ手の部分がすごく可愛い。はい、でこれがスタンダードミニアトゥーラステーラグリーンという色です。で他にも、もうカラバリがめちゃくちゃあって、本当に選びきれないぐらいカラバリがあって、すっごく可愛いので、ぜひぜひ気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。では最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ、かわいい